普段私が奥多摩丸山スキー場でレッスンしている中で、中級から上級に抜け出せない方へのトレーニングとして大きく分けて2つの練習方法をお伝えしたいと思います。まず1つ目は X 脚が抜けない方へのバリエーショントレーニングをしていきたいと思います。スタンスを大きく開いて重心を内側へ、内股関節を曲げながら重心が内側へ入るバリエーショントレーニングをしていきたいと思います。もう一つは重心が今度内側に入るようになったけれど頭がずっと内側に入っててなかなかターンが終わらない方、ターンが後半長引いてしまう方にターンの後半にほんの少しだけ外側の脇腹にシワを寄せながら圧をためた反動で次のターンに行けるような練習をしていきたいと思います。中級者滑ってくるときにどうしてもこの内外側の膝がこうやって内側にこうやって入ってしまうのを X 脚っていうんですけれど、私が思うにはこのどうしても X 脚になる方っていうのは外スキーと内スキーに対して今おへその位置が真ん中にあります。このおへその位置がここに残ったままぐーっとこうやって角付けするとどうしても X 脚になってしまうと思いますので、この1本はちょっとスタンス広げた中でおへその位置を重心の位置だとしたら今立ってる時真ん中にあるんですけれど、このおへその位置を内足を畳みながら重心を内側に入れます。で切り返しで1回戻して内側に入れます。これが NG としてはこのおへそがスキーとスキーの間から動かずにこういう風に入っちゃう、こうなると足元がこう X 脚になってしまうと思いますので、おへその位置を内足の上の方に移すターンで滑ってみたいと思います。